コタルゼス一世は、アルサケス朝、パルティア王国の王。ミトラダテス二世の治世末期頃から、バビロニア地方を支配し、諸総督の総督を名乗った。生まれはおそらく、アルサケス家ではない。ミトラダデス二世1世,世下で、バビロニア総督に任命された。当時のパルティアでは、領土拡大に伴い、属州に、法外な権力を与えており、 ゴタルゼスもバビロニア総督でありながら、王に匹敵する権力を持ち合わせ、諸総督の総督と称していた。これは、ペヒストゥンの岩に、ミトラダデス2世が刻ませた浮き彫りに記されており、ゴタルゼスの他に、コファサテス、監督者ミトラテスといった総督の名も刻まれている。バビロン出土の年度版によると、紀元前91年初めに、ゴタルゼスという名のパルティア王が登場する。 かつて諸総督の総督と称していたコタルゼスが、ついに王位を戦勝し、独立を果たしたとされる。紀元前87年頃、ミトラダデス2世が没すると、コタルゼス1世はそれまでバビロニアを統治する、対立王に過ぎなかったが、単独で、パルティアの王となることができた。ほぼ同時期に、ミトラダデス2世の死によって彼と友人であり、同盟者であったアルメニア王ティグラネス2世は、 70カ所の、渓谷とメソポタミア北部を征服し、長の王を名乗る。コタルゼス一世のバビロニア支配は、紀元前81年あるいは80年まで続いた。年度版には、コタルゼス一世に代わって、オロデス一世が登場する。デベボイス 1993P44、デベボイス 1993P41、デベボイス 1993P43、P デベボイス 1993P44 から45ありがとうございます。